東種来は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の武将。千葉市の一族。千葉常種の六尾。東ず遠藤氏の祖。種来は、六尾であり、十五位の別称大部を伏し、東六郎大部と称した。持人王の挙兵時には大番役として在京していた。東鏡によると収束後関東に下り、 共に大番役を終えたばかりの三浦義澄と伊豆国の源の頼朝の下に参上している。この際に、持ち人王の挙兵の詳細を報告し、頼朝に対して何らかの決断を促した、もしくはすでに決起を決心していた頼朝から何らかの指示を受け取ったと考えられている。あと下佐国に戻り、父常種に対して、 安望国へ逃れた頼朝への火星と下兎木大を中することを主張。常種もこれを認めて、頼朝の軍に合流することを決定し、種来は、千葉僧を後にするに再主長形種生の個性種と、ともに、下兎木大を襲い攻め滅ぼした。そのため、下兎国船だ総領家で、高家門院方岩大の藤原新星が千余木を、引いて、千葉僧に侵入。 千葉荘に戻った聖種と合戦になり、わずかな亡きで迎え撃った聖種が、絶体絶命の中ついに申請を生取り子にしたという。平家の総帥、清盛の姉婿申請を生取り子にしたことで様子見していた、上ズ広ヒなど坂東の武士団がこぞって、頼朝の軍に合流、関東における頼朝の軍事力は、平家法の勢力を大きく上回ることになった。 この後、頼朝は自称、受影の乱を制し、下鎖国を掌握した常種より、東宗を相続され、以降種、雷の子孫は、あず氏を名乗ることになる。その他、あず鏡には、一の谷の戦い、欧州合戦などに名を残す。また、研究元年の頼朝の上落にも、図印として記されている。以降記録から、種、雷の名は消え、 重種に家督を譲ったと考えられている。文治2年の正月、頼朝が鶴岡八幡宮に参拝した際に、宮の定常に着座した、具部人の中で、種来が父である常種の、ほぼ真正面の位置に座したことが、子が父に対して、甲の場で生体して座するという、同格の振る舞いを行ったとして、 秩序の逸脱であるとして、直後の藩の席で御家人の間で問題視された。これに対して頼朝は、大番役の際に、種来が除されたくらいは、貴族とされ昇殿を許されるとされる、十五位下であり、これは父、常種のくらいの性六位上とは、歴然とした違いがある。また、神西門院に仕えることでは同じであり、神は、朝廷より賜ったものであるので、 これに従うこととして、ご家人の雑儀は、不死の秩序よりも、官位の秩序を優先させる方針を説明した。種来は父より好意を送られた理由として、和歌などの文芸に通じていた、ともされ、後に、東氏は稼働において、古今伝授を行いうる地位を確立するが、その源流がここに見て取れる。その後、晩年には出家して、法年商人の弟子になった種来は、 法阿弥陀仏と称していた。カ禄三年に発生した、カ禄の法難の際には、延暦寺の僧兵から、法念の意外を守るために、連世、信夫兄弟、同弁などの出家者や六原丹大の武士団らと共に、東山の法念病所から二僧院までの意外一送の護衛に当たった。ありがとうございます。